その時に一緒に避難さえしていれば、今夫はなんて苦しまずに済んだんではないか、そんな思いが消えません。さらに福島県いわき市や郡山市、福島市など人口30万を超える大きな町には避難指示が出なかったため、そこから避難した人たちは国の避難者としての制度が十分に使えない状態にありました。そのため東京に避難した夫は避難先の定期的ながん検診や健康診断を受けることができず、健康診断のためには福島にその都度戻らなければならないような条件だったために、この13年間がん検診を受けることができませんでした。大腸がんは本来比較的おとなしく増殖の遅いがんです。仮にこの13年間の間一度でも内視鏡の検査を受ける機会に恵まれたなら、こんな転移に苦しまずにもっと初期にがんを取り切ることができたはずです。避難指示がなかったばかりに、国が本来使えるはずの制度を私たちに適用してくれなかったばかりに、夫は今もがんと戦わざるを得ません。全国の私たちと同じような被害者訴訟を起こしている原告男女、がんの再発に苦しみながらやっている人何人もいます。これから高裁で、大阪高裁で判決を迎える京都訴訟の原告団長の福島さんもがんと戦いながら原告団長をしています。同じ東京高裁で戦っている阿武隈訴訟の原告団長、もしかしたら肺に転移してしまったかもしれない、今その検査の最中です。辛い抗がん剤治療に耐え、この何年間も体を引きずるようにしてこの裁判所に来ていた阿武隈訴訟の団長の佐野さん、本当に心配な状態です。そんな理不尽な病気と戦いながら、司法でもね、国や東電と戦っている人たちが無数にいるんです。原発事故は終わってない、13年前の過去のことではなく、私たちの体の中では今その時の放射性被曝が暴れ回っているんです。どうかそんな被害に耳を傾けてください。今も原発事故の被害と戦っている原告たちをどうか応援に来てください。福島原発被害東京訴訟第2陣、本日10時30分から6265号艇で口頭弁論記述が開かれます。どうか福島から避難した原告、そして福島県や栃木県北部の汚染地帯で避難することもかなわずに今も戦っている原告らを応援に来てください。そんな被害者たちが13年経った今もいるということ、原発事故は決して過去の出来事ではなく、その時の後遺症に苦しんでいる人がたくさんいるということをどうか知ってください。福島原発被害東京訴訟原告団長鴨下良也の妻として発言させていただいております。おはようございます。福島原発被害東京訴訟第2陣の期日、本日10時30分から6265法廷で開かれます。どうか応援にいらしてください。おはようございます。福島原発被害東京訴訟、本日10時30分から6265法廷で相当弁論期日が開かれます。どうか戦う原告らを応援に来てください。私は福島原発被害東京訴訟原告団長鴨下良也の妻です。今日夫はこの場に来ることが叶いませんでした。先月進行性の大腸がんが夫の腸を塞ぎ、腸閉塞の状態で入院し、危ないところをなんとか外科部長の機転と腕によって一命は取り留めたものの、がんは切ったけれどもリンパへの転移があったために、今後手術の傷の回復を待って抗がん剤治療を始めなければいけなくなりました。手術が終わった時、まだ麻酔が覚めていない中、ドクターは夫から摘出した直後の
隊長とその組織を見せてくれました。めちゃめちゃ脳腸を広げながら、その中でひときわ固くキュッと締まっている部分があって、ドクターはそこを指差しながら、この部分のがんはね、10年以上前にできたものなんだよ、もっと早く見つけてあげられればよかったねって。本当に悔しかったです。10年以上前に起きたこと、私はあの原発事故を思い出さずにはいられませんでした。夫のがんができた頃、夫は福島県に残って私たちの避難生活を支えるために、福島の中で仕事をして仕送りをしてくれていました。私の避難元は福島県いわき市。爆発した原発からは南に44キロのところです。政府は私たちの町に避難指示を出しませんでした。そのため、おびただしい汚染があることを知りながら、多くの人は避難するお金もなく、避難する先もなく、逃げたくても逃げることができませんでした。夫はせめて私と子供たちだけでも避難しろと、自分は福島に残って仕事を続けて仕送りをしながら私たちの避難生活を支えてくれました。避難した当初、子供たちは8歳と3歳、2人の男の子を脇に抱えて逃げるように私はこの東京に来ました。子供たちもお父さんと離れ離れになって、寂しい生活の中で3人で本当に心細い生活をしながら13年前避難していました。でもその頃、仕送りをして福島で働いていた夫の体の中にがんができてしまっていた。2年経って夫が体と心が壊れて東京に一緒に避難してきた時、もう仕事を辞めるしかなかった。結局収入も家も失って、それでもこれ以上汚染した場所に暮らしたくないということで、私たちは今も避難を続けています。13年間じわじわと夫の体を蝕んでいった間、それが見つかったのは本当に先月のことでした。急に体調が悪くなって入院すると、もう直腸から入れた内視鏡が S 状結腸から先に入らなくなっていたんです。がんが腸を埋め尽くしていて、腸を塞いでしまっていて、内視鏡のスコープも通らなかった、その先の検査もできなかった。そんな状態で夫は高熱を出し、病院のベッドの上で苦しんでいました。なんでもっと早く見つけてあげられなかったんだろう。でも福島県いわき市には国の避難指示は出なかった。国が避難指示を出した地域の人たちは、避難した先でもがん検診をはじめ様々な検診を受けることができました。血液分割の検診も受けられます。いわゆる福島県民健康調査というものですね。その対象にならなかった私たちは、ごく普通の人たちが受けているようながん検診もなかなか受けることができませんでした。申し込んでおいてもその日に福島に戻ることができなくて、結局検診を断念したことが何度もありました。その1回でも検診が受けられていたら、きっとあそこまでがんが大きくなることもなく、初期の状態で摘出することができて、転移に怯えることもなく平和な生活ができたと思っています。原因はわからないです。ちょうどその頃にできたがんだってドクターは言っただけです。でもどんなに後悔しても体は元に戻らないんですよね。一時期本当に苦しむ夫を見て、来年の春はもうないかもしれないとまで覚悟しました。幸いドクターの腕のおかげで今夫はかなり体調は回復しています。元気になったら抗がん剤治療に耐えられるだろうということで、今は療養中なので今日はここに来ることができませんが、どうか夫の回復と、そしてこれ以上転移しないことを皆さんお祈りください。ありがとうございます。そしてそんな福島からの避難者や今も汚染地帯で戦う仲間たちが、国と東電を訴えている裁判、福島原発被害東京訴訟、本日10時半から
6265法廷で相当伝道記述が開かれます。どうか戦う原告らを応援に来てください。原告男女だけではありません。本当にこの間亡くなってしまった原告何人もいます。病気で法廷まで来れない人たくさんいます。本当にみんな傷つきながら苦しみながら、それでもあまりの理不尽があるから裁判戦っている。お金のためだろって言われることある。お金のためだったらその時間コンビニでバイトした方がずっとお金になります。こんな辛いことを10年も続けて、それでも認められない被害、そんなことがあっていいんでしょうか。原発を動かすために私たちは黙らなければならないのか。そんなことないです。私たち みんなまだ生きてるんですよ。病気と戦いながら、世間の無理解や批判と戦いながら、今日も戦っています。今日も生きています。どうか私たちの被害が認められるように応援してください。福島原発被害東京訴訟、本日10時半から6265法廷で口頭弁論記述が開かれます。ありがとうございます。本当にもう朝早くからお疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっと進行競技のような中身でみんな何ただの書類の整理だったっていうので、ちょっとねがっかりされてる方もいらっしゃるかもしれませんが、この二審の裁判は、前からご説明している通り、首都圏に避難している方々と、それから福島県の田村町などに在住している方、それから栃木県の北部に、避難在住ですね、在住ですね、はい、在住された方、在住している方たちが、原告がかなりたくさんの人数が、おられまして、前回聞いたのは200人ぐらい、だいたい200人ぐらいっていうふうに聞いてます。はい、はい、でそのそれぞれの人たち の要するにその書面を整理しなければならず、結構そのコロナの間に進行が止まっていた裁判なんですね。なので、これからスタートしてその原告何百人っていういる中で、全員の書面を提出して、それで本人尋問まで持っていくっていうようなことが手続き的にはとてもすごく大変なので、今日は私もなんでどうしてあれだけで終わっちゃったのかなっていうのが全然わからないんですが、皆さんご了承いただければと思います。それで、ちょっと鴨下さんの方からお話しできる、あ、はい、そうです、ちょっと5分ぐらいで とりあえず今日は行き来していた署名のほとんどは A のいくつとか E のいくつっていう数字が出ていたと思うんですけれども、ちょっと補足します。先ほども申し上げた通り、首都圏に避難した人だけではなくて、福島県内に残っている方、栃木県内の汚染地帯の方々がそれぞれブロックごとにこう分けてアンケートを取るような形で被害を実証しています。私たちの裁判は個別立証といいまして、あくまでも一人一人の被害をしっかり訴えるという形を取っています。200人もいたとしても被害は一人一人違うから、ちゃんとそれを訴えていくことでしっかり賠償していただきたいという形を取っています。もっと大きな裁判ですと集団でこう立証していく、例えばいわき地域全部でこうですよ、あいつはこうですよ、で大熊町はこうですよっていう形で、完全にその地域で1人ずつオリンピック選手を出して説明していって、その地域ごと皆さんまとめて、ここが10万ですよとか、ここは500万ですよっていう形の判決をいただくような、その集団でやっているところが多い。なりわい訴訟とかはそうなんですね。ところが東京訴訟や関西訴訟はあくまでも一人一人の被害をきちんと訴えるということをやってますので、今日のように大量の書面の行き来が起きてしまうんです。本当にお時間取らせてしまって申し訳なかったんですが、あれを作った弁護士たちをどうか叩いてあげてほしいと思います。本当に大変な作業です。ですのでちょっと入りくりがあったり番号を間違えちゃったりとかっていうことが起きるんですけど、実際6人ぐらいの弁護士がその200人の被害者の被害を
もう一生懸命書きまくってる状態なんですね。ですので、まあ、ちょっと今日も時間間に合わないかと思うんですけれども、もし帰るときに階段上がってきたら、本当に弁護士さんたちでぎらってあげてください。もう本当に向こうのね、被告側の弁護士たちは1枚書くごとに何万とお金もらってるんですよ。こっちは何枚、何百枚、何千枚書いても1円ももらえない中で、この10年以上頑張ってる弁護士さんたちです。もう情熱と正義感だけではとても続けられないって言っていなくなっちゃった方もいらっしゃる中で、今も書いてくださってる貴重な弁護士さんたちが、今日はあそこに座っていた7名ですから、どうか、今日あそこに来なかった人も若干いるんですけれども、どうか本当に私たち感謝してますし、なんか思いを伝えていただければと思います。それと申し遅れましたが、今日この場に来れません原告団長鴨下雄也ですが、門前でも少し申し上げましたが、5月になって大腸に大きながんがあることが見つかりました。ずっとこの間体調悪いなと思い続けていたんですけれども、まさかその腸を塞ぐほど大きながんが夫の体をその救っていたって犯していたということを分からなくて、もう入院した途端に高熱を出して、もうがんが腸を塞いでしまって、普通だと内視鏡で大腸を調べるんですけれども、こう入って直腸、S 状結腸、下行結腸ってあるんですが、もうこの辺りででっかいがんが居座ってしまったので、スコープ入んなかったんですね。内視鏡が途中までしか入らなくて、本当は大腸あとこうあってこうあってこうくて、ここで盲腸で大腸終わるんですけど、全くなんか見えないままの状態で手術になりました。で、まあ、結果的には非常にドクターの判断と腕が良くて、九段坂病院の外科部長が執刀してくださったんですけれども、まあ、九死に一生を得まして、がんは30センチぐらい腸を切っただけで、30センチって結構長いですけども、30センチ切ったぐらいでなんとか取り切れたんじゃないかということで、本人順調に回復はしています。ところが残念ながらやっぱりそれだけ大きながんだったので、一部リンパに転移してしまっていまして、そのリンパに転移したがんを叩くためにこれから抗がん剤治療に入らなければならないので、しばらくの間皆様の前には来られないかもしれないです。ただもう希望を持って治療を受けて頑張っていきたいと思いますので、元気になった暁にはまたこの場で皆様に御礼できると思います。で、がんをいいですか、はい、で次の期日なんですが、本当は鴨下雄也が東京都から被告にされているたった一人の裁判、住宅追い出し訴訟というのが6月13日の期日がすでに決まっています。で前回もお配りしているかもしれないんですけども、6月13日、今のところ13時15分からこれ結審になる予定なんですね。ところが結審の場に被告本人が来られないということで、今弁護士たちが裁判所と交渉してくれている、もうちょっとせめて伸ばしてくれないかと、正直なところ半年ぐらいは抗がん剤治療続くので、いつになったら元気になるかなって正直こっちも言えないんだけれども、せめて1ヶ月でも伸ばしてくれないかということで、今もしかしたら7月中旬の週に変更になるかもしれないんですね。ただとりあえず今日の夜には返事が来るんじゃないかと思うんですけれども、まだそんな状態で弁護士たちも必死に交渉してくれている状態です。なんとか足を引きずってでも法廷に来れる日にやってもらえないかということで、7月になる可能性はありますが、現状6月13日木曜日13時15分から625です、今日626だったんですが、625号法廷で、裁判これ間違ってる、625です、はい、ここです。でもし期日が変更になる場合は、このサポーターズ の, QR コードのところで変更の期日をなるべく早く分かり次第お知らせしますので、皆さんメールニュースもお願いします。メールニュースも流します。はい、メールします。はい、流します。よろしくお願いします。すいません、この間そんなことがあったんで、本当メールも送りちゃって申し訳なかったんですけど、夫の手術が終わった時にドクターがまだ麻酔切れる前だったので、私だけ呼んで説明してくださいました。その30センチの腸ぐちゃぐちゃのやつをお皿に寄せて見せてくださって、広げてこの部分のね、この硬いところわかるねって、この硬いところは10年以上前からあったがんだよってドクターに言われました。もうそれ聞いた時に10年以上前に起きたこと、原発事故で、時に夫は一緒に逃げられなくて、私と子供だけを逃がして自分は福島に残って働いて仕送りで支えてくれていました。
なんであの時無理してでも一緒に逃げなかったんだろうっていう後悔と、あとは夫は福島県に住民票があったせいで逃げた先の東京でがん検診が国検診が受けられなかったんです。なかなか忙しくていわきまで戻れなくて、僕最近になって都内で振り替えて受けられるような紙が来たんだけど手続きがすごく面倒くさくて結局なんかうまくいかなくて検診一度もこの13年間受けられなかった。せめてこの13年間に1回だけでも大腸がん検診を受けられていたら転移する前に適切できたんですよね。それが強制避難の人だったらみんな毎年受けられるような検診が区域外、いわきからの避難だったために仕組みはあるのに国がそれを適用してくれなかったがために夫は検診を受けられなかったっていうのはすごく悔しいです。同じこと森松さんが言ってました。あの関西訴訟の原告団長の森松さん大阪に避難してますが彼女も住民票を福島に残したままなんですね。この13年間1回もがん検診受けられてない、やばいね私って彼女も言ってました。そういう人結構いるので本当にこういう差別がさらに病気をひどくしているのかなって改めて悔しい思いしてます。でも頑張りますから、きっと元気になります。あの人も強いから。